眼科医の平松です。今日はご質問で、写真の場合の手術って結構痛いでしょうかってことについてお話しようと思います。いただいた質問、平松先生こんにちは。こんにちは。大人の写真についても教えてください。私は先月眼科通院したら斜視が悪化傾向にあるらしく、多少目立つぐらいでしたけれども、結構目が外に行っちゃって、右目が全く使われてないらしいと。両眼で見る機能が低下しちゃって両眼視ができなくて、右目が見えているものをちゃんと見えてない、抑制がかかっちゃうって状態みたいです。左目が酷使されていて目が疲れるみたいです。レンズだとちょっと厳しくて、手術の方がいいんじゃないかって言われてますと。意識すると真ん中に寄るんですけど、気を抜くと外に行っちゃいますけど、どうでしょうかと。そして斜視手術はトラベクレクトミーとかより痛いでしょうか。まず結論から言うと、斜視手術は痛いです。トラベクレクトミーとかって胸膜って言って白目いじるんですけど、斜視手術って筋肉を露出して筋肉を縫い縮めたり切ったりするんですよ。結構痛いです。なのでちょっとレクトミーとは比較にならないほど痛いと思っていただければ幸いです。もちろん麻酔するのでね、やってるときはいいんですけど、手術後ですね、痛みが出る感じですね。でもって手術した方がいいかはね、ちょっと状態見ないとこれ何とも言えないなっていう感じだと思います。で、眼精疲労のためだけに斜視手術をするっていうことにはやっぱメリットとデメリットがあります。これ一般論として聞いていただければと思います。やっぱり斜視を直すことによって確かにまっすぐ見えるので片目で行かなくて済むですよね。これはいいんですけど、悪い点としては結局は両目で見えたのが脳でうまく処理ができなくて余計疲れちゃう人もやっぱゼロではないわけなんですよね。だから疲れを取るって意外と難しくて、もちろんね、写真よりは真ん中の方が疲れにくい、これ原則なんですけれども、そうでもないことが結果としてあり得ることを理解した上で治療はされた方がいいかなっていうふうに思います。こんな感じでちょっとした疑問質問をお答えしてきますので、コメント欄にください、書いてくださればお答えします。あとチャンネル登録とベルマークを押していただくと、お答え見逃さないんで、ぜひよろしくお願いします。